さあということで14日目始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあということで今日で最終日ですね。6時半、威力偵察も今日で最後よね。七瀬、状況の説明をお願いします。最後やっと終わるですよ。山登りの日々もこれまでや、調査と山登りしかしてなかったですからね。ね、調査してんのは私だけだけどなまあ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 、みんなで来たわけよ。うん、まあこれがラストと。霧ヶ峰では先の訓練で説明した通り、はい、市街地を含む偵察となっています。ぐるっと回るやつやったな。山間部とは違い、うん、人工物の死角が多く調査不備が発生する可能性がありますので注意してください。わかりました。威力偵察から得られた情報は非常に精度の高いもので、うん、司令部の作戦立案に寄与しています。そういえば昨日はあれって言ってたもんな。これらは皆さんが持ち帰った成果です、うん、誇ってください。なんかわかった。本日が最後の偵察となります。はい、自信を持って進めてください。わかりました。それでは出撃します。はい、おお、始まるね。うん、威力偵察今まで結構ハードだったよな。せやな。せやな。ハモった。なんで出発する前から黄昏れてんだよ。ほんまによ。そんな日々も最後だ。今日はビシュに酔う。未成年だわ。何言ってんの？新曲の歌詞だよ。やべ、そうだった。あ、そうなんや。リズミが突っ込み間違えるなんて珍しい。そんなこともあるんですね。やめろ、特技でも何でもないわ。そんなユッキーは置いといて、いざ霧ヶ峰へ。ドローンどうすんねん。置いてくなよ、連れてけよ。さあもう残り1個よ。ここをクリアしてしまいましょうか。さあということで10時半始めていきましょうか。はい、9442いきましょうか。ね、いつものあれが出えへんかったぞ。ファン。おっす、白川部隊長。ご苦労、うん、いよいよ最後の作戦地区だな。ですね。深山、一つ質問だが、今までの偵察結果をどう見る？はい。そうなんや、俺超いい感じだと思っててんけどな。超いい感じ。そうか。そうか。戦場でも適当なやつだね。まあまあ。それでも 3-1A はここまで素晴らしい結果を出している。まあ何か思うところがあったんか。でも判断で甘いところは多いですわよ。構成に傾きすぎてるのは見てて危なっかしい時があるよ。まあ切り込みたいやからしょうがないけどな。でもフルアタック作戦中でもメキメキと成長していく姿は見惚れてしまうほど、うん、ありがとうございます、うん、痛快ですらある。ありがとうございます。ポカーン。ポカーンってすんねんや。どうしたそんな顔して。ないや、褒められるとは思ってなくて、私らサンマル G みたいにスマートに任務をこなしたいなって思ってたから、うん、それは経験が補ってくれる。お前たちに足りないのは経験、バカスだ、ね、それさえ順調に得られれば史上最強のセラフ部隊になれるかもな。 お褒めいただきました。そこまで照れるな。謙遜しろよ。調子に乗るんじゃないよ、命を絶つよ、うん、あ、笑顔や。最後に、今回は 3-1A が先方を務め、はい、サンマル G が後方警戒の布陣で進むことを提言させてもらう、うん、機関らの攻撃力を生かしつつ、経験に勝る我々が状況に応じカバーを行う布陣だ。どうだろう。文句なしよ。うん、了解。はい、私もそれがいいと思う、ね、そろそろ行こうか。さあ作戦開始だ。ラスト行きましょうか。よろしくお願いします。さあ進んでいきましょうか。もうラスト1個クリアして帰りましょう。絆いっぱい見よう。予定ポイントに到着したわ。はい、ここからどうするの？そうだな、一旦ここでドローンを飛ばしておこう。うん、終わったら先に進もう。なるほどね。ユッキードローンで偵察をお願い、うん、他は周辺警戒で。はい、うん、さあドローン飛ばして周囲を見つつ進んでいくと。さあとは言ったものの、ホームに帰ってきたわけなんですけど、戦闘力がね
ちょっと尋常じゃないぐらい足りなくて一回戻ってきました。今日が7月11日なんですけどね、13日にレベルが下がる前にちょっとクリアしときたいなっていうので、ちょっとねレベリングもうちょいしてきて明日ねちょっと行ってみたいと思います。すいません。じゃあ一旦レベリングしてきます。さあということで強化してまいりました。一応ね1万はちょっと超えるぐらいまで上げてきました。ここでは1万1000ぐらい必要って言ってるんですけど、まあ、なんとか行きたいと思います。クリアしときたいな。7月12日でございます。もうギリギリでやってるけど、もうギリギリになる前になんでやらんかったんやって話なんですけど、さあ行きましょうか。さあということで進んでいきたいんですけど、一応そのマリーとスガヤンを変えてて、まあリカバー使えるのがカヤモリしかいなかったんですけど、カヤモリはもう完全に攻撃をマシマシでいくようにし、まあスガヤンで全体を回復していくみたいな、そんな形でいこうと思っております。まあ上がった分どんだけ入るか。いやでも昨日よりは入ってる気がするな。ダメージもそんなに食らってない気がする。私らならやれるさ。もう最初の時点でやばかったもん。最初一応雑魚敵はいける気がする。ちょっと頑張って進んでいきたいな。慎重にな。カエモリ、は、一旦止まってくれ。はい。一応その途中はなしで、視界が悪い、うん、注意してくれ。こっから市街地を越えるって感じかな。ありがとう。はい。こっちはもうすぐ周辺情報の解析が終わるはずだよ。うん。ちょうど終わったところだ。敵兵は多いが強さはそれほどじゃない。はい。雑魚が多いだけだな。な、雑魚に蹴散らされたよ昨日は。進路はほぼ真北。はい。森の中を突っ切るコースで合ってる？行きましょう。ああ。ただ進路上に敵兵がある。どうする？これぐらいなら蹴散らして進もうぜ。よっしゃ行きましょうか。しゃあ、お、はいはい。なかなかね、なかった。敵増援はないか？うん。見える範囲はなさそうやな、うん、うちらだけでもう一回り索敵しとこか。頼む。おたまさんと組んで死角を潰しておいてくれ。はい、で了解です。うん。ルカ、30G の状況も確認しておいた方がいいぞ。そうだな。今日はしっとりしてんな。こちら 31A 茅森、応答願う。こちら 30G 白川。 31A は戦闘終了し周辺索敵中だ。うん。そっちの状況は？いつでも移動できる状況だ。ほう。 31A はそのまま進んでくれ。私たちは後方警戒を続ける。この後方警戒ってどんなぐらい後ろなんやろうな。無線ぐらいはいる。通信終了。感じやねんな。じゃあメグミンとおたまさんが戻ったら移動するか。はい。さあ索敵を終えてまた行くと。なあもうおらんかったで。へえ。了解。よし行こう。うん。なんかあんまりない感じやな。これであと一直線で終わるんですが。11時方向に敵へ。おい。この形見たことあったかな。来たぞ。あーはいはい。ないわね。なんか赤いのがあるわ。戦闘記憶もあるぞ。いや見たことあるよな。集団で襲ってくる。うん。囲まれたら厄介だぞ。わかりました。了解。みんな行くぞ。うい。これが1万戦じゃないよな。なんかいつも見るやつやもんな。一気に片付けるぞ。うん。じゃあ普通に倒していきますか。しゃ、まあまあまあ普通に余裕やったわ。危ない危ない。全部使うところやった。あ、囲まれてる。最後の最後で囲まれてもうたか。うん。めぐみさん離れてください。お、先輩の。へえ。大丈夫ですか？うん、油断は禁物だよ。まったくだ。ちん、おきに。ほう、助けてもらったんやな。いや、やっぱ強いんやな。一発やったん。さあということで今日はこれにて終了と。残り来ることだけは分かっております。
森林地帯を抜けるか。うん。ユッキー、現在位置を確認しておくれ。はい。車山手前の丘陵地帯だ。予定通りだよ。了解。うん、お？ということで、1時半。まあ、このまま行きましょうか。うん。視界内に敵影なし。はい。風景だけはのどかなもんやな。ちょっと笑顔やけどどうすんやろ、キャンサーさえ入れたからそういうことピクニックにでも来たみたい。そやな。こちらも敵影はありませんわ、うん、了解。カヤモリ、次はどうする。はい。データ収集から始めようか。ユッキー、準備よろしく。あそこは一旦終わりって感じか。他のみんなは警戒と休憩を交代で取ってくれ。はい。なる。ほう。やっと一息つける。うん。このルートは戦闘が多かったからな。めっちゃ綺麗やな背景。帰りは西側の平地を回り込んで戻った方が良くないかい、ね、遠回りでも安全だよ。なるほど、そうしよう。せやな。また歩き？タクシー移動だった頃が懐かしいよ。もう有名人が。またしれっと元有名人自慢してくるんじゃないよ。なあ、ちょっと見てくれ。簡易分析で気になる結果が出た。何？どれどれ？北東方向だ。車山山頂付近にかなり大きめの反応がある。ハブ役かな。その可能性が高い。なるほど。まあでかいやつがいると。よし、早速向かって確認だな。はい。警戒は密にね。了解。なるほど。そのでかいやつを倒しに行かなあかんと。お、はいはい。みんな喋ることはなく進むのみか。お、大所帯やな。あれ、なんでしょうか。ん？恐竜の骨みたい。あー、これ敵一匹もおらへんやん。不気味なほど静かね、うん、ユッキー、反応があったのはこの辺りで間違いないよな。手とかで顔ガバー出てくるみたいなんだ。座標は間違ってない。違う。ちょっと待つんだよ。どうした？嫌な予感がするね。するよな。なんだ。白川部隊長、はい、車山山頂から偵察するから単独行動の許可をもらえるかい。必要なんだな。わかった、許可しよう。ありがとう。ちょっと大ごとになりそうな感じするやん。よっと。はい、単独で行けるほどやっぱ強いんやな。はあ、こいつはなんやこれ。うわ、めっちゃでかいのいるな。バッドニュースだよ。ねえ、聞かせてもらおう。その先の丘陵すべてがキャンさんの個体だよ。はあ、体長は少なくとも200メートル以上。見たこともない超大型だよ。わかった、一旦ここから離脱する。うん、了解。こう引く判断するんやな。へえ。一旦引いて、まあ、報告してって感じなんかな。なあアホな、あんなバカでかい丘がキャンサーっちゅうんか。うん。ああ。高い場所から侵入したから間違いないね。動きはあるの？いや、動作確認は取れなかったね。ピクリとも動いてないよ。なるほど。もう死んでるとこではないんでしょうか。分析では反応を見せている。うん、生きてると考える方が妥当だな。再分析結果が出た。間違いなくキャンサーだよ。倒さなあかんのか。でかすぎてサイキックすら登録せえへんね。ルカ、どうする？うん、緊急撤退。お、最短距離で起動ポイントへ戻ろう。そうなの。それが正解だな。うん、そうね。まああれやな、絶対に戦わなあかんわけじゃないからな。カヤモリ、元のルートは敵が強く数も多い。西側の迂回路を行こう。戦闘の時間を考えればこちらの方が早い。分かった。元気を出せ、カヤモリ。
我々は進んでいる。情報を持ち帰り、周知を合わせ、敵を打倒するのが目的だ。撤退は負けではない。はい。今は一刻も早く基地に戻ることだけ目指せばいい。まあ、そうだな。ありがとう。よし、進もう。はい。ほう。お、こっちに進んでいくと。霧が出てきたな。うん。視界がいつもの半分以下だ。速度を落とすか。いや、できるだけ急ごう。あのでかいのが暴れ出したら元も子もない。はい。了解。だが奇襲にはどう対応するんだ。私が先頭に立つよ。ユッキーは2列目中央でフォローしてくれ。うん。なら 30G も手伝うとしようか。はい。月城、クラ、カヤモリ部隊長に従い先頭で索敵に立て。後ろに一匹も通すな。強い。わかった。あいゆ。かっこいいな、この二人。白川部隊長、ありがとう。さあ、進むとしようか。はい。了解。行きましょうか。わあ、頼もしい。今の。あ、はいはい。さあ、走ってるわけやけど、もうムービーやもん。みんな止まれ。はい。え、嫌な予感しかしねえ。え、あ、あいつではない。あ、マジで見たことないやつ来てるやん。いかにも毒々系の。裏目に出てしまったよ。問題ないよ。ああ、叩き潰すだけだ。ほう。くそ、なんだこいつ。こんなキャイさん見たことねえよ。マジでな、こいつか。お、カヤモリ。はいはいはい。この3体の敵のうち1体は 31A に受け負ってもらいたい。うん。残りは我々に任せてくれ。わかりました。大丈夫なのか。心配ご無用ですわ。私たちも伊達に馬鹿は踏んでいませんね。任せます。華麗に片付けてみせましょう。一体は倒そうな。私も久々に少し本気を出すとします。頑張りましょう。それにこちらにはセラフ部隊最強のコンビがいる。確かにな。彼女たちなら二人で一体を倒せるだろう。だってさ、月城ちゃん、またいつもの無茶ぶりだよ。クラ、またサポートを頼めるか。それがあたいの仕事さ。さあ、後輩ども、こっちはお姉さんたちに任せな。わかりました。モナニャ、クラッチ、ルカ、迷ってる時間はないぞ。いや、一体倒しましょうか。私らは目の前のキャンサーに集中。絶対に倒すと。お、よっしゃ、頑張りどころね。行きますか。貯めたのがない。ちょっと待てよ、頑張らないといけない。まあでも一応リカバーとか回復してるからなんとかいけるでしょう。火か。なるほど、火を当てたんか。っていうか属性全部か。一応どんなもん通るのか、そして相手からの攻撃はどんだけ食らうのか。あー、大丈夫じゃない。まださあ、溜まったんでハードブレードからの本2発入れようかな。さあ、どんだけ食らうか。まずこれで防御力落とし、なあ、ちょっと待って、マジか、硬すぎる。マジでそんだけか。あ、いやー、マジで、いやー、いや、まあでもあれやな、簡単になる前に味わっといてよかったな。さあ、ということで明日は簡単になるみたいなんで、まあマジ悔しいな。まああれやな、普段から育成をちゃんとしてない、まあ進めんのが遅かったっていうのがねあったと思うんで、おとなしく運営のね、あの下げたのをありがたく勝たせていただきたいと思います。
さあ難易度緩和が来たということで、前回が1万1000ぐらいやったのが1万ぐらいまでね下がってるんで、まあクリアさせていただきたいと思います。はい、ということでね、ここのボス戦まで来たわけなんですが、まあ、前回がね体力その DP を削るのが精一杯、まあでも割れんかったぐらいやな。私らは目の前のキャンサーに集中。はい、絶対に倒すと。よっしゃ、行きましょうか。私らならやれるさ。まあどんだけ食らうようになってるか、そしてどんだけ食らわんようになってるかっていうね、それなんですが、まあ、前回これ1とかやった気がするね。まあ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 、一旦ね全部貯めて一番でかいやつ撃った時どんだけ入るかって感じかな。一応ねこれが俺の出せる最大火力なんで、撃ってどんだけ入るか。まずディフェンスが下がり、こっから絶対レード。まあでも入ってる方かも。いやでも硬いな。難易度まあ弱くはなったけどもって感じやな。めちゃめちゃ強いなまだ。なんかなかなか破れへんって感じやな。オーバードライブ使い、メメントモリ打ち、こ、うん、あーこうやな。これで一応出るな。次で決める。さあメメントモリで火のフィールドを張り、これも食らうでしょ。6000で、まあこれ、あーちょっともったいないことしたか。わー割るのに使ってしまったな。でこっからせやねんな、この後やねんな。これ足りひんくなってしもたな。確かに前きついなこれ。一番攻める人が回復役もやってたってな。仕事多すぎやから。これで攻めるか。これ上がりセイントフォールで、これ魔物、下げるやつ全体エンハンス、これでいいんじゃん。いやこれいけるんじゃない。感謝する。これ HP すごい、プラス50いくから。あ1万も食らってる。これ7万ぐらい出んじゃん。えでも3万でこんだけしか減ってない。やばいな、削り切れるか。フルブレイカーしかないもんな。でこれか。さあ一応これもかなり出るぐらいやねんけど、あのフレお2万、これあ7万出た。言ってた7万が出た。いやでも打てへんのよな。あと1回か、あと1回打てるわ。で右上もたまり、もう次のダメージ1回受けてからオーバードライブ出し、ほんでユイナさん前に出し、セイントフォール絶対レード、ハードブレード、これ出るぞ。これで終わらせる。まず一発、これで2万出てんの。おら7万、そして7万、おら10万、すえや。どんな困難も乗り越えてみせる。あ超えたな。まあ勝てたんでよしでしょう。標的撃破確認や。よっしゃ、これ二人でやったんやな。了解、頑張るしよ。ほぼ同時、撃破完了です。うん、了解。もう一体は確認するまでもないか。余裕やったと。うむ、すでに撃破済み。早いってことやもんな、俺らより。厄介なのは見当たらないけど、うん、視界が悪いね。一回平地に出た方がいいんじゃないか。あのでかいやつね。そうだな。カエモリどう判断する？うん、クラッチに賛成。はい、ただ迂闊に平地に出るとそっちにいる敵と挟み撃ちにされる危険がありそう。うん、なるほど。二正面作戦だが時差をつければ大丈夫だろう。サンマル G は一旦この周囲の敵を引きつけておく。うん、その間に 31A の攻撃力で平地の敵を掃討してくれ。わかりやした。了解、気をつけて。うん、まあこれであいつから逃げていくと。いやー作戦は一応撤退したからあかんかったってことなんかな。霧が晴れたわね。なあ結局あの紹介機材やったっけ、あれを置かなクリアってわけじゃないもんな。時間を食っちまったな。
急ごう。なあ、置ける状態でもなかったと。まあとりあえず撤退しようって左上に書いてるから撤退っていうわけなんですが、もうすぐ平地です。はい、やっと山岳地帯を抜けれるんか。いいよ、このまま森を抜けて出るぞ。うん、周辺の敵は発見次第相当。はい、なるほどね。ちょっと戦闘とかあるんかな。おこれあれやんな、立派な建物があるな。なんか言ってたやつやんな、怪しかったっていう。見覚えがある。ねえ、司令官の話にあった。あ、イージスタワーじゃねえか、うん、でも周りに何か張り巡らされてる。なんや、あの緑色のやつ。なあ、出てんな。まるで封印されてるようじゃねえか、うん、この建物の形。何か思い出したのか。幼い頃にお母さんに連れてこられたことがあるような気がする。なあ、これ言ってたよな。え、マジで。軍の施設としか聞かされてないけど、うん、この建物って何なの。それは、はい、何だったかしら。まあやっぱ思い出せへんのやな。ち、記憶操作か。ほん、いや、こいつの場合普通にどうするしてる可能性もある。どっちなんやろうな。そうだな、どっちだ。厄介だな。待って、おお、ここまで出かかってるのよ。頑張って。そのセリフが出てくるってことはただのど忘れの方だな。思い出して。思い出すのだ。あ、またこの手伝うシステム。またお前か。なんでいちいち励ましに現れるんだよ。いいやつなんじゃないのか。なあ、サイコキラーにそんな情があると思うのか。なあ、2章の最初のやつな。思うから言ってんだよ。なんだっけ。頑張って。頑張れ。記憶にたどり着く道筋は遠回りになる。頑張れってな、サイコキラーから出るとは思わんもんな。ほら、励ましてるじゃないか。そうね、落ち着いて考えてみる。そうよ、すごく昔のことだったわ、うん、幼少の頃だな。そうそう、いいぞ。もうガチで思い出させるやつやん。一時期通ってたんや。何のために。うん、そうだ、そこがお母さんの研究所だったから。それじゃあ、やった、私やったわ。はあ、よしよし、やればできるではないか。まあこの二人もこういう感じで仲いいんやな。もう孫娘のようにめでているじゃないか。ここが司さんのお母さんの研究施設。キリッてした。つまりはセラフの研究所。なるほど。せやったら東条のおかんのこともわかるかもしれんちゅうことかいな。せやな。だったら何としてでもガサ入れしねえとな。軍すら放置してきた場所だぞ、うん、キャンサーもいるかもしれない。危険すぎる。スカサッチの母親の死に関する何かが見つかるかもしれないんだよ。ああ、みんなで協力しようって決めたじゃん。まあ確かに怪しいって言ってたもんな。ここが冷静になる。近づけないと分かっててこの情報を開示してきた可能性もある、うん、ということはどういうことだよ。ああ、それぐらい危険な場所だからだ。それともお前は仲間を犠牲にしてまでその情報を手に入れたいのか。そりゃ何より命が大事さ、うん、だろ。仲間のはな。はあ、おい、それってまさか。自分はだったらお前が。お前が。私がなんだよ。途中で言うのやめんなよ。命を軽く扱うやつは許せない。私の命だったら文句言われる筋合いはねえよ。ルカ、それ本気で言ってるのか。本気だよ。だって約束したろ。唐突に亡くなってただでさえ辛いのに謎まで突きつけられてるつかさっちのために協力するって、うん、危険を冒してまでかよ。ああ、命より大事なものなんてねえよ。時には命がけにならなくちゃいけないことだってあるんだよ。ルカさん、いいのよ。ルカ、お前な。こんな大事なことを前におじけづいてられるかよ。もう知らねえ。勝手にしろ。ああ、勝手にする。え、うっせやん。マジモンの喧嘩してんの自分ら。うっせやんじゃないよ。ないわ。ボケんのかよそこで。信じ助け合ってきた二人がそんな。まあでもそのユッキーの言ってることもな、その友達を思ってのことやからな。
だからいいのよルカさん。なあ、そうやねんな。カヤモリもカヤモリでその友達のことを思って自分の命をって言ってる、その友達の命のために自分の命を放る、カヤモリをユキは友達のためにっていうことやな。よくねえよ。長いけど。絶対私は謎を暴いてみせる。うん。せやねんな。なんだいあんたたち喧嘩かい。見られてたじゃねえか。今来たばかりだ。待たせた。ほん。争ってる暇はないよ。ああ。敵の増援が来ちゃうから、ね。なるほど。待ってくれ。一度この周辺でドローンを飛ばさせてくれ。はあ？どういうことだい。敵はもう目前なんだよ。どうしても調査したいんだ。うん。あなたね、この状況で自分でもおかしいって思わないの？頼む。30G 総員、敵正面に半円形で陣取れ。 31A の盾となる。マジか。はあ？私は命じたぞ。応答は。ええ、分かったよ。了解ですわ。かっこいい。白川部隊長、調査が必要なんだろ。はあ。心配するな。お前たちには指一本触れさせない。ほーかっけー。すぐやん。了解ですわって感じやったけどな。ちょっと不満ありげやったけどその顔まだかいな。もうちょっとだ、うん、焦らすなって。そもそもなんでこんなことしなくちゃならねえんだよ。あと二つ。はい。一つ分析完了。うん。なんかあるか。直ちに移動開始だ。 30G のいるところまで全速力。はい。ほう。どうやったんやろうな。まあ調査ができるまでは一旦って感じか。完全なね。うん。戻ってきたか。ごめん待たせた。撤退しよう。はい。ほう。まあちゃんと守れるっていうね。ガチガチに強いっていう。ありがとうございます。いやでもねえ、つかさっちのことも気になるところですが、5時半撤退して。なるほどね。だな。もう一度確認するわよ。うん。泉さん、超大型キャンサーが出現したのは、はい、車山付近だ。座標も確認しているから間違いない。なんでユッキーに確認なんだよ。報告したの私なのに。普段の行いじゃないのか。意地悪でやってるんじゃないわ。正確性を高めるための確認よ、うん、言い間違いがあるかもしれないから。触手のような敵からの攻撃もレポートを出している、はい、合わせて確認してほしい。ドローンで集めたデータがあるだろう。あんなのほっとけねえよ。早く調べてほしいんだ。せやな。もちろん解析は忙しいから。 30G31A は一旦休みなさい。はい。了解。よろしくな。こちらも了解した。 30G は待機に入る。最優先で処理させてるから、うん、それほど時間はかからないと思うわ。以上よ。はい。おお。まあとりあえず一旦は終了したと。休みか。さあということで7時ですね。解析が終わるまで何しよう。うん、図書館で私なりにイージストアのことを調べてみようかな。なるほど。なんか今日中ぐらいに出そうなあれやねんな。ちょっとってほんまにちょっとなんや。うん。イージスタワーね。なんかあればいいんやけども。全セラフ隊員は至急ブリーフィングルームに集合してください。全セラフ隊員。何も見つからなかったな。全セラフって GA だけ？全ほんまに。さあブリーフィングルームやねんけど。旧茅野市北部車山山頂付近で超大型キャンサーが発見されました、うん、はい。識別名フラットハンドと呼称されます。フラットハンド、ね、現状フラットハンドは停止中であり適正行動は見受けられません。はい。簡易的な解析の結果、うん、新種であり体調外郭の特徴から類推しますと、はい、脅威度は最低でもレベル4と判定されています。ほんまに全員やねんな。
差し迫った危機ではないが、放置は極めて危険であると司令部は結論付けています。なるほど、全員で行くんやな。そのためフラットハンド討伐を目的とした作戦、はい、オペレーションベガを立案しました。訓練期間は5日間です。5日間、休養日を挟み作戦行動日は7日後となります。なるほどね。聞いた通り、いずれフラットハンドが動き出し基地やドーム各地に攻め入った場合、人類の脅威となるのは言うまでもないわ、はい、しっかりと準備をした上で巨大戦力でもって確実に仕留めます。 31E、31F 両部隊は巡回部隊から監視任務を引き継ぐように命じます。どんな些細な動きも見逃さず、はい、逐一司令部に報告しなさい。無線がジャミングされる恐れがあるわ。各部隊から伝令を走らせて対応して。了解です。おお。フラットハンド討伐作戦へ参加する部隊は、はい、30、31A、31D、31E、31F、31X の6部隊とするわ。まあ全員って言ったけど、やっぱ B はいいひんくて、 C もな。 30E、31B、31G、31H は基地防衛と周辺ドームを紹介。あ、でも B はあれやな、警戒紹介か。 31C は引き続き雲取山攻略作戦に従事しなさい、うん、雲取山で苦戦しているのは聞いているわ。これが 31C ね。攻めてはいないわ。 31C は盾の役割でもあるのよ。雲取山のキャンサーを足止めし一匹たりとも西側の作戦地域へ入れさせないように。了解したわ。今回の作戦は3つのフェーズに分けて行います。うん、フェーズ1ではポイントアルファからポイントベータまで徒歩移動します。はい、各部隊ともルートを確認しておいてください。 31A は松原湖から立科山までです。険しいルートなので十分注意してください。わかりました。フェーズ2ではポイントベータからフラットハンドに対し 31A が長距離砲撃を行います。進路をポイントオメガ、美濃と中山に向けて敵を誘導してください。フェーズ3では 31A が囮となってフラットハンドを足止め、その間に他部隊はポイントオメガの指定箇所へ移動して待機します。まあ足止めが頑張れってことやな。フェーズ4では3方向からフラットハンドを最終目的地まで誘導します。うん、そしてフェーズ5でフラットハンドを包囲しこれを討伐します。はい、フェーズ6は周辺の掃討戦を行い完了後順次撤収となります。明日からは各フェーズの訓練を順番に行います。なるほど。諸君らは一つのミス一つの余談もなく自らの任務を完璧に遂行しなさい。はい、オペレーションベガ発令します。いやー、ミスないと倒せんぐらいってことやもんな。わかりました。まあその作戦もありつつですが、フリータイムですね。一応今日は何もないんか。じゃあお風呂になんかあるかもしれんな。ジム行ってみる。鍛えようぜ。過ごす。行きましょう。よし、今日は鍛えちゃうぞ。パパ頑張っちゃうぞ。レッグプレスに挑戦だ。レッグプレス行ってみましょう。なんだかコックピットに乗ったみたいだな。なんか足でグイグイってするやつやな。ロボットを操作する感覚でどうだ。きつい。でもきっと筋肉は裏切らない。頑張ったと。うん、筋肉が喜んでる。なんかあんまり出会うことなくなってきたな。帰ろう。うん。かやもりが個人的にレッスンする場になってるわ。ああ、モナニャンに。よう、モナニャン。うん。かやもりか。何か進展があったか。はい。場所を変えよう。ほう。なるほど。今日目撃したイージスタワーが、セラフの研究所だったってことが分かった。うん、はい。ほう。謎の多いセラフを研究していた場所だ。軍のすごい秘密が埋もれている可能性が高い。ありそうやな。それは興味が尽きないな。うん、それにそこは昔司っちの亡き母親が勤めていた研究所だったんだ。なんたる偶然。その母親は事故で死んだことにされてるんだけど、本当は軍に殺されたかもしれなくて、司っちはその謎を追ってる。さらに司っち自身もどうやら記憶操作を受けてて、うん、そういう謎の手がかりがイージスタワーには埋まっているはずだ。記憶操作やねんな、やっぱり。
だから、何としてもイージスタワーに行かないといけないんだ。せやな。相当危険だが、覚悟を決めた目だな。あ、モナニャンも一緒に行ってくれるか。無論、我らは運命共同体だ。ありがとう、モナニャン。ならば、フェーズ6の総統選に紛れて、イージスタワーに向かうのはどうだ。そう。途中で抜け出すなんて可能なの？そんなんいいんや。総統選では司令部の監視が緩む。はい、その気に乗じてなら、抜け出すことが可能だ。は、オペレーションベガと並行してこれも攻略すんのか。さすが中古。中古って。ここで中古であることが生きたな。ここで引っ張ってくんのかい。潜入にあたってイージスタワーの情報を集めておくのがよかろう。めっちゃ失礼やったな。さっき図書館で調べてみたけど、私じゃ何も見つけられなかったよ。ふむ。我も動いてみよう。だが今日はもう遅い。はい。明日から取り掛かるとしよう。まあ訓練もあってやな。分かった。さあ、なるほどね。その最後の作戦途中にあのイージスタワーにも行くってことか。はい。オペレーションベガ決行まであと6日。へえ。さあ、ということで14日目はこれにて終了したいと思います。お疲れ様でした。